きそう。どこもかしこも海軍、海賊、海賊だ。無理だ。無能、あーずい。無能力者にはいる場所がねえよ。ただ生きるためには戦わなきゃいけねえ。ほら、やばい、ナミさんに襲われてる。うわあ、ナミさん。本望だよ、ナミさんにやれるんだったら。俺の人生に悔いはない。あ、なんだ。画面がやけに青いな。うわあ、なんだこれ。ドラゴンになってる。転生したらカイドウだった件について始まったわ。チャリダです。今回はワンピースの世界でカイドウの力を極め尽くしていきたいと思います。ああ、戻ったわ。さあ、今回は転生したらカイドウになってたんで、カイドウの力をね、極め尽くしていきたい。極めるための目標は、この今持ってるカイドウの力を使いながら、カイドウを倒していく。そうすれば、俺はカイドウの力を極めたことになるんじゃないかなって。まあ、ただ俺は見ての通り、スカンピンなわけよ。その挑む前に準備をしていかなければならない。このカイドウの力がどこまで通用するのか気になる人は、ぜひチャンネル登録、高評価、ポチッとお願いします。頑張って使いこなそう、このカイドウの力を。ひとまずはここの家の中にいる牧野さんに話しかけよう。とりあえずベッドを回収。チース牧野さん。うわぁ、なんだここ。最悪じゃねえか、これ能力者には。絶対に入れない店じゃん、これ能力者が。ちょっと触ってみる。ちょっとだけね、このつま先だけ。あー、ごめん牧野さん。いつも牧野さんが使ってるベッド、俺持ってっていいかな。別になんか変なことには使わん。そんなことよりも、まずはこのジューベリーを使って牧野さんと取引しよう。今回はカイドウの力を使うから、まあ、海賊王じゃない？取引、もう形から見せていこう。ありがとう、牧野さん。これあげるよ。手配書。あとは牧野さんの家でパンとかもゲットできるから、それをとりあえず持っていこう。海賊王に俺はなる。全部使う。うわー、使える！海賊なりたすぎじゃない俺。これがカイドウの力、ウオウオの実か。見た目すげえ独特。さあ、じゃあ正面からこれは出ることはできないから、まだ壊していくか。ごめん、牧野さん。修理代は、そのうち払うわ。宝払いで。さあ、降り立ったぜ。この世界にな、なんか開幕寝てるやついんぞ。この世界はね、海軍、海賊を倒すと、アイテムドロップするから、こういう倒せそうなやつもね、倒していくのは大事かもしれない。なんか、ブルックさん埋まってない？やばい！はめ技できると思ったら、予想以上に抜け出しやがった。大丈夫そうだ。何してんだお前。お前の拳銃よこしな。オッケー！あー、落とさなかったか。でもこんな感じでね、アイテム手に入るから。現状だとこのカイドウの力は、これを装備しないと何も使えないから、生身の状態じゃね、マジで、ただの一般人です。海賊にすら負けるかもしれない。おら、暗い魚！やべ、マジで白熱してる今、この海軍。A と。まずい！やられちまう！ダー！こんな弱いよ俺。とりあえずもうこっから逃げるか、周り特に何もなさそうだもんな。ってことで、ヘッシン！さあ行くぜ！うわぁ！やべぇ！水に浸かっちまったからクールタイム発生したわ。さあ次こそはちゃんとしよう。ちゃんとこの解放された飛行を使いながら行かないとな。飛んでけ！うわぁ！すげぇ！飛んでるぞ俺！うわぁ！俺はどこまでも上に行くってこともできると。いやいいね、もう一望できるなこの上から。お、村があるじゃねえか。こうやって上に飛んで上空からボロブレス、どうだ。おお、あ、消えた。ちょうどギリギリのところで消えちまった。ボロブレスは結構あれだな、射程距離あるな。ちゃんと当てられるところでボロブレスを打っていく。どうだ。うわー、最低。じゃあ降り立ってみるか村に。この状態で歩くとなんかあれシュール。なんだお前ら、やってくれたな。え、なんだ、カイドウいるぞどっかに。ちょ待って、早すぎるか。わー、一旦逃げるわ。この上空からのボロブレスがね、マジでね、むずい。そしてこのクールタイムね、この状態だとマジで一般人だから気をつけないといけないな。ちょっと待ってくれ、ここら辺やばいな。あ、帰ってきた。お、一般人にしては拳銃が強すぎる。ルフィいる。ちょっと戦ってみっか。前回このね、ルフィの力を極めたから、ルフィの戦い方はもうね、マスターしてんぞ。行くぜ変身。そしてちゃんとも地上でボロブレス打つの大事かもしんない。おら痛え。バカじゃないの。やばい、1しかない、2しかない。 HP 終わってる。まあ、気をつけてボロブレス打たないと自分に食らっちゃうから、ちゃんとこうやって当たんないようにして撃つのが大事。え、やっぱ飛ばないとダメだわ。飛んでこい。上空からのボロブレスをしないとちょむずいかも。しっかり狙い定めてボロブレス、上空から撃って、どうだ。おっと、当たった。こんな感じでしっかり当てていこう。上空で飛び回りつつボロブレス撃って、そして逃げる。これマジで強いんだよな。もうだって一生上空にいるんだもん。あ、もう一人ぞルフィが。逃がされボロブレス。これ段差さえあればボロブレス自分に当たんないんじゃない。ほら当たってない。いいぞ。段差さえあればこの地上からのボロブレスができる。おお、大丈夫かルフィさん。その人数はいけるか。全員吹き飛ばしてやる。ボロブレス、どうだ。いいね。あ、倒したわ。ゴムゴムの実が落ちてるぞ。やったぜ。一旦帰ろう。これで悪魔の実2つ目。うわあ。ほら、ボロブレス。ワンパンで全員消し飛ぶわ。姿形も残さない。チリすらもな。やべ、体がでかすぎて登れねえ、これ。おし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 ぞ。こういう家なんかも一瞬で吹き飛ぶと。やべ、体がでかすぎて入んねえ。これでも一度解除しちゃうとクールタイム存在するから、猫ちゃん、もったいないよな、外すの。能力者あそこにいるじゃねえか。ほら、ボロブレス。さすがにワンパンでは知らないか。お前それで湧くんだ。やっぱ気をつけないといけないな。ちょっとカイドウの力が思ったよりも強すぎるから、特にこのカイドウの空飛ぶ力ね、もう4号クラス行っちゃってもいいかもしんねえな。
やばい、空飛びながらインベントリ開くとすげえおかしくなりそう。頭かなんかこれ、あの背中間違いねえ。白ひげだ。ちょっとじゃあ白ひげ相手に戦ってみるか。変身、うわーでけー。すげえ口の中見えるぞ。そんな場合じゃねえ。まずは飛ぶ前に一旦ボロブレスの威力を確かめよう。食らえ親父ボロブレス。どうだ、何歩食らう。うわー結構食らうんだな。やべえ撃ってきてる。逃げないと、一旦ぶん殴る。オッケー。うわー撃ってきてる。当たんねえでそんなんじゃ。白ひげかかってこいよ。うわ空中強すぎる。おいおいおい、地上じゃ強いけど、いてー。地上じゃ強いけど空中は俺の方が強いか。さあ俺も行くぜ。上空からボロブレス当たってくもう絶対に負けねえわ。あいてー。やっぱ近づきすぎたらダメか。うわ黒ひげ湧いたぞ近くで。ボロブレスこれで当てて。オッケーいいぞ。やべえ降りちゃった、まずい。これは普通にぶん殴られたんだけど。避けるからのボロブレス打って、さあこのコーナリングを制して。いいぞいいぞいいぞ。動きえぐくない。なんかこれ半分いったじゃない。やべえ反応者が泣き打ってる。何も見えない。やべえ近い画面が降りちまった。うわー近すぎ。うわまずい、水の中入っちゃった。やべえ地上の白ひげってこんなに怖かったんだ。あやばいかも。あやべえだんだん近づいてきて。あやばい俺のし、あさあ復活したぜ。さあ打ってきてんな白ひげも。もう行くぜボロブレス。いや斬撃やべえめっちゃ飛ばしてくるな。やべえエースまで嫌がる。これで終わりだ親父。おらどうだ。よっしゃ倒したぜ。閉まらないな。まあただ4校も倒したならそろそろいけるでしょう。カイドウ俺が食べてやるぜこの口で。さあ勝負だカイドウ、ノーデスでいくぜ。まずはじゃあボロブレスがどんだけ効くか見てみっか。やべえでもちょっと待って、周りの奴らが邪魔くさいな。いいやもう飛んじまうか。でボロブレス打つ。あでも結構食らってるね。まあ、ボロブレス打っていいね、いい削りしてるよ。こうやってもう周りをこうやって飛び回りながら打っていく。いいぞいいぞいいぞ、こうやってね回りながらすげえ体の動きが。よいしょ、あいてー。ダメだこれ油断できねえわ。近づいたらダメージなんか来たって。一瞬なんか見えたぞシャーロットリンリンが。いた痕跡あるわここに。いやまあいいや、これで撃って。うわはこっからが勝負よ、どっちがドラゴンか。たわー喋る暇すらなかった。相変わらずこれで湧くんだな。まあでも言うてカイドウも一回変身したから俺も実質まだ死んでない。さあこっからが勝負だ、行くぜ。ボロブレス、これでどうだ。いいな、当たってる。でもちなみに近づきすぎたら自分のボロブレスにダメージが食らっちまう。一旦これで一旦逃げ回りつつで近づいてボロブレス打つ。いいね、ただ硬いなやっぱ。もうこれで普通に殴ってもワンチャンあり。ほら食らえ。いや剣持ってたらなワンチャンこの近づいて殴るのもね有効だったんだけど、今俺素手だからそんなに強くないな。絶対知らない、俺はもうこの空中戦は俺が制する。空中戦を制したもんが本物のカイドウなんだよな。避けて懐入って、でもこの距離で打ったら自分に食らっちゃうからちょっと離れてボロブレス。どうだ、いいね、完璧な立ち回り。やべえ降りちまった。一旦逃げろ一旦逃げろ、いいぞいいぞいいぞ。飛び跳ねて右回りつつ、これで一回やべえ熱い。なんかすごくダサくない俺戦い方が。ちょっと待って、もうマジでもうちょっとあとワンパンで死ぬぐらいまで行ったんだけど、エリトラ壊れたわ俺これ。いた熱い。やべえ飛べなくなっちまった。こうやって跳ねるしか跳ねるしか脳がなくなった。どうしよう。いや待って、これもう飛ばなくてもワンチャンいけるんじゃねえか。地上からこれボロブレス打とう。やばい待って、体がでかすぎて登れないここ。どうしよう。あーくそあとちょっとなのに。やばい一般人に戻っちゃった。クールタイムがやべえカイドウってこんな怖かったんだ。やべえ来てる、どうしよう、ね、これ逃げらんねえ、いてへー。なんとかこのクールタイムが戻るまでに生き残らないと。これ以上死んだらただゾンビアタックが強いみたいになっちゃうって。やべえ逃げろ来てる、いけるか、逃げろ。うわあぶねえ。カイドウだけじゃないんだよね俺の敵って。実はここら辺にいる海軍も実は俺の敵なんだよね。だから逃げ回りながら。やべえ2しかない体力、1しかねえ。やべえ絶対うわ完全に切れたわ。変身行くぜカイドウ、これで終わりだ。ボロブレスドシャー倒したぜ。いやー俺何回やられた、多分そんなやられてないよね。ついに倒したぜカイドウ。ウオウオの実の力を持つのは一人でいいってな。やばい普通にやばい、一旦逃げるか。あばよお前ら。カイドウの力が強いのもそうなんだけど、マイクロの世界でこの空中に飛べるのってめちゃくちゃ強いわ。さあこれでルフィと四皇二人白ひげカイドウを倒したから極めたって言っていいんじゃないか。まあ、できることならね一回も死なずに行きたかったんだけど、いやまあそういう日もあるってことで。さあまだまださらなる悪魔の実を極めるために今後冒険していこう。いてなんだ、許さねえお前、拳銃で俺に対抗できると思ってんのか。ボロブレスさあ村人、力が強いってのも考えもんだな。